こんにちは、渡辺梨沙です。渡辺美穂です。今日はいろいろ迷って、はい、ここなら美穂ちゃんにも楽しんでもらえるかなと思って浅草にある花屋敷に来ました。おお今日は楽しみましょう。はい。おおすごい。なんか行ったことあるメンバーが言ってたんだけど、なんか回るやつ、はい、あれですかね。あれあれかな。なんかそれがめっちゃ面白いって言ってて、絶叫平気。あ、大丈夫です。全然。じゃあ乗ろう、あれ乗りたいです。あれ乗ろう。おお。すごい。体重前にかけてよ。はい。おお。食べ物とかね、いっぱいあるね。あ、なんか見て、こんな、なんか射的、ね、すごい、なんかお祭りみたい。縁日って感じですね。ね、本当だね。ちょっとやってみる。これ射的やりたいです ね。やったことあります。ある、大好き射的。そうなんですか、うん、やったことないんです。嘘、初射的。初です。ドキドキします。初めてだからよくわかる。何狙うの？どうし、シャボン玉欲しいです。あのピンクのベタさんが、うんうんうん、ギリギリまでこうやって前に行った方がいい。結構行く、私は。お、あでも難しい。当たったね。違うやつ、上のやつだけど。なんかあのさっき当たったあの紫のやつ狙ってみます。落ちそう。ふっ、え、待って、どうしよう。頑張れ。おお、やったー、やったー。びっくり。すごいすごい。何？ペッタンザウルス。多分吸盤がついてて、いろんなところにくっつく感じだと思う。中学生ぶりとかだから、じゃあ結構久しぶりですね。あれ、お、変装セット。あ一発目、一発目。おー、あー、惜しい。結構全然、ね、えい、ダメだ。惜しい、なんで。どうしよう。じゃあさっき美穂ちゃんが、はい、あの 取ろうとしてたピンクのシャボン玉、はい、おー、絶対取れない、難しいです。え、絶対取れないと思う。やったー、やったー、すごい、やったー。シャボン玉ゲットですね。後でやろう、一緒に。え、やっぱやりたいね。あと一発残ってますよ。じゃあ、おしゃれクラブ。おお、おしゃれクラブ。最後、ラスト。頑張ってください。せーの。おお、すごい。やったー、すごい。2個取れた。おしゃれクラブとシャボン玉です。シャボン玉2人とも取れた。よかった。2人ともそうですね。やばいね。おしゃれクラブだいぶおしゃれだっけ。何取ったの。私はペッタンザウルス。おお、キャリオンクレープだ。キャリオンクレープ、いろいろいちご好きだから。あ、同じ。いちご系とか、このフラミンゴっていうのがすごい気になります。私これいちごスペシャル。これさ、見るのが好きなんだよね。あ、わかります。見るかな。見える。下、いけ、映ってる。いい感じ。あー、なんか一回クレープ屋さんになりたいなと思ったことない？あります、あります、ね、絶対憧れますよ。あー、おいしい。おいしそう。ありがとうございました。イエーイ。
射的もやってクレープも食べれて、ね、楽しい楽しいですね。やっぱすごいこうやってちゃんと喋るのが初めてだから、だよね、最初めっちゃドキドキしてて、私もすごい緊張してたけど、いやいやいや楽しんでくれるかなと思って。すごい楽しいです。よかったです。本当に唯一大好きで、あ、よかった、うん、こうやってまさかリサさんと一緒に来れるなんてって感じで、ね、屋上に屋上にやってまいりました。ね、屋上なんてあるんです ね、 ねすごい。よいしょ、よいしょっと。わあ。うん。うん。美味しいですか。うん、いただきます。どう？美味しい？美味しいです。美味しい。食べますか、こっち？え、こっちも食べていいよ。食べたいです。はい、こう観光観光。慣れた？この生活は、うん、だいぶ慣れましたね。最初はちょっと、うんうんうん、慣れないとこもあって、うんうんうん、私、うん、この欅入る前に、うん、毎回美容室に切りに行くときに、うん、必ずリサさんの写真を美容師さんに見せたんですよ。本当に？同じ髪型にしてくださいって言ってました。本当です。本当にそうなんですよ。嬉しい。それは嬉しい。ずっと一緒に似たような髪型にしてました。さっき射的で撮ったやつ。撮った。おしゃれクラブ。おしゃれクラブと、テタンザウルスと、シャボンママ。ちょっとやってみよう。やってみたいですね。え、めっちゃ久しぶりにやるよ。あれあれおー、すごい。おー、上手上手。すごい。わー、すごい。上手。わー。おしゃれクラブを開けます。ゴム2つと、うん、2つ。おー、シュシュー。シュシュー。おー、こうやって風が強いから今日そうそう、ちょうどいいですね。使ってね。はい、ありがとうございます。タンザウルス吸盤がいっぱいついてます ね、 ね、うん、なんかどこにもくっつかない。地面、うん、どう？地面？地面？ちょっと地面にバーってやってみて。いきます。使い方が分からない。使えないね。これは事件、事件です、ね、使っていきたいです ね、 使ってこう、ちゃんと。よかったです。なんか撮影スポットがあっちにあるみたいで、そうなんです。ここだ。これじゃーん。ハート型になってな。見て、足って、足の形があるの。じゃーん。スカイツリーに浅草寺。映るのかな。お、でも。あ、ほん。あ、すごい。ちょうど、ちょうど全部一望できますね。こっち。急げ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 。どうする？できるかな。わあ、すごい。わあ、めっちゃ。え、すごい。スペースショットに。はい。乗りに行きたいと思います。じゃじゃん。高い高い。怖そうだね。怖そう。緊張する。ドキドキしますね。よいしょ。怖い。結構怖いですね、これ。ドキドキしてきた。あー、どうしようどうしよう、どうしよう、怖い。あー、え、怖い。いつ来るの。すごい。びっくりした。最初びっくりしました。カウントダウン始まって、え、いつと思ったら、もうね、結構最初怖かったけど、すごいなんか楽しかったよね。楽しかったです。普段なかなか美穂ちゃんと、なんだろう、お話しする機会もなかったから、今日こうやっていろいろ話せて、しかも楽しかったし、すごいまたなんか遊びたいなって思いました。なんかずっと
美沙さんと喋ってみたいなと思ってて、なんかまさかこんなところで一緒にお出かけするチャンスが巡ってくるなんてって感じで、でもこうやって実際喋ってみてすごい優しいし、すごい喋りやすくて本当に楽しかったので、よかった。もし本当に美沙さんが良ければ本当にね、また遊びましょう。ありがとうございました。楽しかった。はい、バイバーイ。